東京および近県の視聴者の皆さんにこれから緊急放送をお送りします。テレビの近くにいる方はできるだけ多くの方に声をかけ放送をご覧になるようご協力をお願いします。先ほど石川内閣官房長官は緊急記者会見を行い、首都圏の治安を維持し予測される最悪の事態に備えるため陸上自衛隊内の信頼のおける部隊に出動を要請したと発表しました。今回の要請について石川長官は次のような政府の公式見解を表明しました。一連の自衛隊関連事件について十分な検討を行った結果、もはや現在の警察力のみでは予測される最悪の事態に対応できないという判断に基づくものであり、この決定を受けて現在配備が進んでいる部隊は陸上自衛隊東部方面。座ってろ。しかし主任、いいから座ってろ。同第31普通科連隊、同32普通科連隊、同第1特科連隊、同第1戦車大隊。はい、こちら買い出し部隊。俺だ。いいかよく聞け。たった今からお前らは買い占め部隊だ。その店の食い物はありったけ買ってこい。今増援部隊を送った。了解。直ちに買い占め突入します。下がれ。いらっしゃいませ。あ、内山先輩。バカ野郎、こんなとこで何ジタバタやってやがる。ピクニックに行くんじゃねえんだ。ちった保存ってことを考えんか。倉庫だ、倉庫行ってラーメンを箱で買え、箱で。おい姉ちゃん、この店の食い物はたった今特殊にか整備班が買い切った。Oh.
Thank you.